おはようございます。山本幸一郎です。本日9月18日、金曜日朝、6時回ったところかな。朝日がもう出てきてるのかな。最近仮想の雲が多くて、朝日が綺麗に見えないですね。まあ秋の空って感じですね。ちょっといつものとこ行きますね。いつもの東京と、いつもの朝日、なんか週末の街中、週末の車通りはなんかちょっと少ないですね。あ、いい感じに朝日がこちらの建物の窓ガラスに反射してますね。よいしょ。はい、ちょっとやれ。なんか今日は息切れがする。これぐらいで気持ち。はい、改めましておはようございます。山本幸一郎です。今日9月18日金曜日、朝6時になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。ついに、花園古民家、拠点移動、三谷古民家、拠点移動まで、残り2日になりました。いや早いですね。今日と明日で、拠点移動を完了させなければなりません。実際、僕の仕事道具は、一つも移動させてません。いや大丈夫なのかなってね、ふと思いますけど、まあなんとかなるかなっていう気持ちで。やっぱりね、メインがこう、ほら、パソコンを使わざるを得ないというか、パソコンありきの、仕事、なので、ですね、ギリギリまで僕の事務所の、PC 環境、パソコン周りの、仕事環境っていうのは崩したくないんですよね。なのでそのパソコンの、PC 環境の、移設と再構築っていうのをできるだけ短時間で、できるだけ、再現性高く移設できるかっていうのが、肝心要になってきてるので、一応もうギリギリまで PC 周り、PC 環境というのの、移動はしないつもりなんです。大丈夫なのかなと思うんですけど、だから、明日19日の、最終便、今までは、1日、1往復、まあ午前中に、花園古民家の、物資資材をボンゴに、積み込んで、昼前に三谷古民家の方に到着して荷下ろしと、そこから三谷古民家の古民家再生の作業を、行っていたので、1日1便の、荷物の運搬だったんですけど、明日19日の最終日は何往復するかな、多分4往復ぐらいする必要があると思うので、PC 環境の、移設は一番最後の便で、もう今の環境のままごそっと移設しようかなと考えております。やっぱりね、もうもしそのメイン PC が、壊れてしまうと、一応バックアップとかを取ってるんですけど、多分復旧するのに1ヶ月から2ヶ月ぐらい時間がかかってしまったりとか、
あとはもう精神的ダメージが多すぎることになってしまうので、最も慎重になる部分ではあります。うん。だからこのタイミングで、サブ機ぐらいの PC を、パソコンを構築しようと思ったんですけど、やっぱり構築セットアップするにもかなり時間かかるものなので、今回は、見送って、今の PC 環境のまま、移設することになってます。まだそこだけちょっと心配な、心配が残るところですね。うん。まあその精密機器っていうのもありますし、あとは僕のメイン PC の Mac Pro っていう据え置き型の大きい、パソコンがだいたいね30キロぐらいあるんですよ。本当灯油のポリタンクみたいな感じの重さと大きさなんで、ちょっとね物理的に重いっていうのと、あとは精神的にもね、中に大切なデータがたくさん入ってるんで、精神的にも重いものになってます。だから明日はそれをするのと、最終日に、最終日の最終課題はそれですね。だそれ以外は今日は、伝説周り、あと水道、洗濯機も冷蔵庫もないんで、まだ三谷古民家にもない、あるのか、一応あります。うん、結構いろいろもう全部あるんで、まあ、今のまま移設してもいいんですけど、まあね、まだまあ、やり足らない部分っていうのはもう無限にありすぎるので、まあ、どこをどうの順番でするかっていう優先順位をつけることがとっても大事になる。僕なんかはもとりあえずな、古民家再生の、補修が必要な箇所を一個ずつ潰して補修していって、で、今日みたいに朝は花園古民家で、必要な部材とか商材を、発注、まあ、いろんな電子カタログとか、あとはウェブカタログとか、あとレビュー等々見て、まあ、インターネットで発注をかけるので、朝もう6時でも8時、7時でもカスタマーセンターだったりとか、ウェブショップとか受付窓口がオープンしてなくても発注できる、そんな便利な世の中なので早朝に発注してます。で、大体早朝に発注すると翌日の、午前中、まあ、11時ぐらいに、三谷古民家の方に、部材が到着するので、午後から取り付け工事にして、また翌日必要なものを拾い出しして、翌朝発注かける、そんな、ルーティンでずっとここ1ヶ月ぐらい過ごしてます。でね、今日何するんだったっけ。今日は、そう、洗濯機、やっぱりね、洗濯機がね、まだ1台もないんですよね。花園古民家は今洗濯機を、2台設置してるんですけれども、三谷古民家にはまだ1台もなくて、しかも洗濯機を置くとこすらないんです。だから洗濯機を置く床を、置く場所を作らないといけないし、あとは洗濯機に、水を送る給水と、水を流す排水っていうのも作らないといけないです。それは、今日の午後、まあ、2時間ぐらいでできるんじゃないかなと思って、そんな楽観的な、感覚で、作業をしようかなと思ってます。うん。まあ、あと2日ということでね、まあ、昨日まではある意味こう、あと4日、あと3日っていう、この絶妙な、微妙な時間枠だったんで、ちょっと焦りましたけど、やっぱ前日、前々日とかってなると、逆に落ち着いてきますよね。うん、なんかもう、ああ、やっとこの、追い込みをかけ続けた、ブーストをかけっぱなしだった日々が、ちょっと人だらくするのかなって思うとね、何かちょっと、心穏やかな部分もあったりもします。あとついにね、
あと2日で、三谷古民家の、本格始動が、約5年越しでようやく始まるという感じですね。この5年間本当に長かったなと思います。だからこの5年間の、なんていうのかな、本当手探りで暗闇の中を、一つ一つこう何かを、ピースをね、見つけながらパズルを組み立てていく、まあ、暗闇の中でのパズルだったのが、ここ最近、兆しが光が入ってきた、もうパズルの完成形がね、ようやく見えてきたという、感覚ですね。なんかいいですね。この、花園古民家の取得が2015年だったので、それもちょうど5年前なんです。だから三谷古民家と花園古民家の、なんていうのかな、プロジェクトの開始っていうのはほぼ同時期に始めてて、僕の中では花園古民家も三谷古民家も同時進行だったんですよね。ただ、三谷古民家の、なんていうのかな、まあ、規模もそうですし、あと普及、まあ口具合、が、花園古民家とは比べ物にならないぐらい、普及腐敗荒廃が進んでたので、まあ花園古民家はあくまでもなんていうのかな、三谷古民家を、古民家再生する、まあ練習、練習のような、気持ちで、今まで、作ってきました。まあ練習って言ってもね、愛情は注いでますし、手抜きとかは一切してなくて、で花園古民家でできたことを三谷古民家の方にフィードバックして、でさらに、三谷古民家の完成度を高めていって、空間作りっていうのを強く、素敵なものにしようかなと思ってます。いや面白いですね、古民家再生っていうのを思い出すとね、この5年間早かったなっていうのが正直な、感想でございます。まあね、今日もダラダラと長い話になるかと思うんですけど、ね、そんな感じで、10年後の僕、10年後のあゆみちゃん、10年後のはるくん、10年後のうめちゃん、10年後のじいじばあば、みんな、10年前は僕こんな話をしてました。ちょっとね、ちょっとだけ疲れは出てますけど、10年後のみんなのために、とにかく今できることを一生懸命やっていきます。そんな感じで今日早めに三谷古民家の方に、行って、作業をしたいと思いますので、電車が走ってた、この景色もね、しばらくは、見納めかなと思うので、三谷古民家に拠点を移動してから、まあ明後日から、しばらくはどれぐらいかな、多分3ヶ月ぐらいはもう本当に急ピッチでこもりながら、古民家再生、母屋の方のね、工事を進めていかないといけないので、ゆっくりこう街中の方にね来ることも少ないのかなと思います。まあもちろん花園古民家の方には、訪れるんですけれども、まあ、その時はお仕事としてもう来ることがほとんどになると思うので、こうした早朝のゆっくりとした時間、花園古民家からのゆっくりとした時間っていうのは、あと2日間だけかなと思いますので、まあ、その1日今日と明日、まあ、明後日以降も、ね、特別に今日と明日は特別な日になると思いますので、大切に、過ごしていきたいと思います。はい、それではこんな感じで、今日お昼なんか暑くなって湿度高くなるのかな、昨日も湿度高くてしんどちょっと、偉かったんですけど、作業中ね、だから脱水症状、熱中症とね、コロナウイルス感染症対策、等々に今日も、従々に注意して、健康管理も従々に注意して、今日できることも今日、やりたかったことを明日にやり残さないように、頑張って今日も一日過ごしていきましょう。よいしょ、はい、それじゃあ今日も頑張っていきましょう。それじゃあね、バイバイ、いってらっしゃい。